こ,うね、この辺りでその AI が作ったものに結局著作権というものはやっぱ与えるべきだと考えるかちょっとまず法的にはどうなんですか私は何ていうかこう難しいですよねまだ自分の中で結論を置いているわけじゃないんですけど、うん、まあでもやっぱりそ,のそんなにこれからその例えば写真とかダウンとか PC のとかソフトウェアとか、まあ、そういったものとこの今回の生成 AI の。 なんていうか技術っていうのが、うん、まあ大きくフレームを変えるあのその法的な考え方のフレームを変えるってことはもう難しいと思うので、うん、やっぱりこれまでもツールとして使ってきた場合に人の創作的寄与っていうのが、まあ、一定あれば著作権っていうのが認められてきたので、うん、やっぱりそれとなんていうか連続的に考えると、まあ、一定の寄与があればですね あの著作権を付与するっていうことは、まあ、認められるのかな認められる方向で考えるべきなのかなというふうには思ってますただじゃあ具体的にどの程度の寄与があればっていうところがミソで、うんうん、そこはミソというか一番の難しいところで、うん、それは何ていうかこの作曲ツー,作曲ツールとかあの生成 AI がどれぐらい社会に広まっていくかによりますけど、うん、あのやっぱり。 結構今写真とか別に携帯でピッと撮っても構図とか露光とか被写体とかいろんな写真の創作性を認められる要素をそんなに考えてなくても写真マルシ誰っってて認められちゃると思うんですね写真のその著作権が認められるハードルって一般論としてはすごく低いと考えられているけどじゃあ生成 a の時に同じように考えていいのか。 ボタン一つを押したものでその著作権を発生させていいのかっていうとそ,う、ね、それこそこれまで人類が作ってきた音楽のパターンと同じようなものが、まあ、あのマシーンの,あの容量っていうか、うんあのー、リソースさえあれば一瞬でね、うん、1>, あの1日とか1週間とかで大量の楽曲作れちゃう、うん、パターン作れちゃうのでそこに全部丸し認めちゃうと。うんうん だかね、うん、今結局、はい、あのプロンプトエンジニアがね、はい、アメリカなんかではものすごく高額報酬であの採用されてるみたいなのがあって、はい、プロンプトが上手にできる人が今、はい、要するにただ昔のコーディング以上にもてはやされてるっていうのもあって、ええうん、ただあの例えば <coughs> ミッドジャーニーとかだとディスコード上で全部プロンプトも全部公開されてるんで,んで、ね、あれまたすごい世界だなと僕は思ってるんですよ。 いやあれはなんかある種のオープンネスにオープンソースにしていくっていう発想をもうなんていうかアーキテクチャに埋め込んじゃってるっていう考え方なんだと思うんですけどそうですすね難しい難しいな思まただまあ言えることはそのプロンプトを考えるこれあの頭の体操にもなるんで実は,はい、はい。はい そういういことはどんどん試してねあの AI に何かを作ってもらうっていうことはあの、まあ、可能な限りやった方が僕はいいのかなって思うんですよああ人として、はい、人としてだから、まあ、著作権の貴族の話もどうやったらそういう行為がどんどん推奨されていくのかどんどん、うんまあ、それこそ音楽を作る人が増えていくのかとかよりこう発揮しクリエイティビティを発揮しやすい方向に考えられるのかっていうところから 多分逆算しししてて考えいいくべきなんででょうけど、うん、難しいですねだからその生成に関してはね今度 GPT-4 だとマルチモータで、うん、もうほんさっき話したみたいに映像とかなんかもどんどんクリエイトできてっちゃうので,、うん、でそういう時にそこについてくる付随するやっぱり楽曲の価値っていうのは僕は絶対的にあって音楽がないせ生活なんて考えられなくて、うん、さっき言ったそのじゃグッズ売ればいいじゃんとかライブ売ればいいじゃんっていった時も、うん、元をたどっていけばその曲があるから。うん そこに価値を生むっていうところの価値の源泉としてのこうロイヤリティというか著作権というかなんかそう,そういうライツはどんどんできていってもいいのかなっていう気がしますけどね。その源泉となる楽曲が 復習したものが今人が作っているものですけど、先ほどの将棋 A. I. の話で。あの、全く何もないところから A. I. が将来楽曲を作り出すっていうことも。まあ、一個あり得るっていうのもありますね。で、まあ、結局、その人は何かしらクリエイティビティ、その生成 A. I. を使うにしても、人手で作るにしても、何かしらのクリエイティビティをそこに発揮しているわけで。その、すごい生成 A. I. があったとしても、そこにプロンプト打ち込むためには。結局、ある程度のアートの知識がある人こそ。 より良いプロンプトを打ち込める、うん、その神理眼もあるし一体素人はそれに対してどこをどうすればより良くなるか分からないということですよね。うん、でそこをクリエイティビティを発揮してるわけなのでやっぱりそこは何かしらあのちゃんと権利を与えてあげたいっていうのは、うん、あの素人的には思いますよね。 やっぱりそのクリエイティビティ何かしら発揮したところにあのそれはプロンプトエンジニアリングだろうが、うん、ゼロからの政策だろうがそこに報酬を与えないということはそれをやろうっていう人のモチベーションにつながらなくて、うんうん、それって結局最終的に芸術の発展につながらないことに、うん。 なってしまううと思うのでどういう形であってもクリエイティビティを発揮したところには、うん、あの報酬は与えたい。でやっぱりそれはそのカメラのシャッターの例えがありましたけれども、うん、全て一律に与えればいいかというとこれも多分議論があるところで、うん、今著作権を与える与えないの1-0だからどこに線引きするかですごく議論になっているところもあると思うんですよね。それこそ AI がこれだけいろんなことができるようになってきてるんでその辺りも AI に判断させて、うん、これはこれぐらいのクリエイティビティを発揮した <laughs> あの人類の文化の発展に いくら分ぐらいの価値がありますとかって判断する世界もあるのかもしれないですけど、ね <laughs> うん。これは何パーセントぐらいじゃないみたいな、ロイヤリティこれぐらいしくみたいな。うんはい、まあ、ブロックチェーンとか、まあ、そういう技術を開発しようとして、あの、その。えー、なんていうか、何パーセント寄与しているから、うんうん、それだけの、あの、対価を還流させようとか。っていう技術を、サービスとして考えようとしている人たちはいらっしゃいますけど。大量に曲が生まれて。一、うん、曲あたりの価値が下がることは十分に、まあ。 考えられるんで、なんか著作権与えられたとて零コンマ零って零零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 一ことは起きると思うこれはどうしてどうのように？でもその人って面白くてね、あの前あの CD と MD があったとき、で MD のがあったときの音悪いんですよ。ところが CD と MD を街中で聞いてもらったときに、これかつてソニーがやった実験で。 あの生徒率50だったんですよと<ー>いうことは誰も分からないということです <laughs> 50%ということはで。ところがあの「ハイレゾがちょっと前に出てきたじゃないですか。でそれも一発目に聞くとノーマル音源と「ハイレゾ音源って違いがあまり分かんないです人って。ところが一つ一間ずっと「ハイレゾだけを聞いていた人がノーマル音源を聞くと <laughs> 劇的に音が悪くなってしまうんです,です、ね、耳がめちゃめちゃこうスポイドされてるとか、もうか進化しているというか。うん そだからもうさっきも言ったけど、うん、AI の曲ばっかりになったらきっと違うもんができるし、うん、さっきの,の iPhone で写真撮った時に、まあ、ほぼ誰が撮ってもここでパッって撮ったら大体同じになるんだけど、うん、それをどう面白くするかがインスタだったりもしたんで、うん、AI でたくさん死ぬほど曲ができた時にさっきの僕が話した DJ の話じゃないですけど、うん、それを使ってじゃあこういうふうにやったら結局集客できるよねとか。うん えー、課金システムが作れるよねっていうふうにもうならざるを得ないと思う AI 作って曲作るのやめてくださいって言っても絶対みんなやるわけですから<笑><笑>止,ま止まらないものに対してはもう逆にもう進んでいくって考えた時にはそれをじゃあ上手にこうマネタイズする人が必ず出てくるってことなんで、うん、その先のプレイヤーとかがそういうじゃあ音楽に対してなんか本当に音楽の理解ある人がそういう。 こうキュレーションをしてそこでマネータイズしていくっていう人が音楽家の仕事になってるかもしれないですね。うん、新しい音楽家の姿かもしれない。なんかあの著作権の考え方で創作性をどういうふうに評価するかっていうんで、うんうん、あの選択の幅っていう考え方があって百通りあるこのある表現をするために百通りの方法があるけれどもその中でこの表現をあえて選んだことが創作性だというまあ考え方があ,のあるんですね。まあ一つの考え方として。うんうん で今今井さんおっしゃったようにそういうこうなんていうか素材の選択配列とか、うん、あとはいろんなパターンがあり得るのにあえてこれを選んだみたいな、うん、そのセレクションの方にあの人の創造性っていうのはこの AI によってあのそっちの方に少し緩やかに動いていく可能性があるみたいな。うんうん あの文章を書いたことが前あってうまさに今僕らが編曲していく中でも多分これ見てくださってる中で編曲とか作曲関わる方も絶対してると思うんですけどス、うん、スプライイってサイトがあるんですよでこれってもう音源の断片が無尽蔵にいろんな人がアップしていてちゃんと月7ドルとか14ドルとかで何サンプルダウンロードできるとか決まっててこう BPM 入れて楽器入れて。 えーこうコードかな、うん、キーとか入れるとなんとなくこうバンって同じテンポでレイヤーするとなんとなく結局できちゃうみたいなものがすでにもうあってそれは全然もちろん AI でも何でもなくて人力でそういうチョイスするっていう選び方ですとこれを結局この素材が今度 AI でどんどんできてくることになると思うんで選ぶっていうプロセスから先はやっぱり本当に人間の作業とまあ,あとセンスというかなんか機械にいつ置き換えられるともわからないけども。 でもやっぱりまだ生まれない人たちのセンスはやっぱりなかなか学びづらいだろうというなんか未来への期待感も込めるとまあそうやってみんなが新しいものを作ってほしいなっていう時に AI がツールとしてうまく作用してるといいなっていうのはやっぱとはいえなんか新しいもの僕好きで自分も好きですしなんか新しい ものづくりを目指す子たちがなんか楽しんでやれないと辛かろううなと思いわゆる常識的にはとか普通はねっていうアプローチではないことをやってみて何かそこに新しいものが生まれていくっていう経験をもっともっとするとやっぱりいいと思うんね AI の使い方って多分2通り出てくると思うんですけど本来だったミュージシャン雇ったすごい高いところがスプライスを使うからギターの音源も月10ドルぐらいで使える。 で例えば AI が作った大量の音楽のスプライスっていうのが出てくる可能性はもう多分5年10年ぐらいで1曲につき 3, 3ドルも月, <laughs> 月3ドルで使いたい放題とか、まあ、そんなレベルになってくるので多分コストカットっていう面で絶対追求する人っていうのは一定出てきてで私たちが望むようなもっと素晴らしいアートを作りたいっていうクリエイティブな使い方をする人も 出てくると思うんですけど、うんうん、やっぱり気をつけないといけないのってその、うん、コストカット、うん、コストカット帯って必ず集団でかなりの力を持って間違いない起こることなので、うんうん、その時に我々個人のビジョンを持ったものがアクションをすることが結構難しいかなって。うん、いやもう安いものになれちゃったりね安くてそれなりにクオリティが保たれてるってなるともう本当にガチガチに動けなくなるってなると思うし、うん、さっきの。 音楽を作りたい人と音楽も作ってもいいかなって人には大きな壁があるけど、うん、AI で何か決まったプロ,プ,プロンプトを入れて出てくるここさえ一緒たまたま同じワードだったらその人の音楽の実力が関係なくなるわけですよね。ねうん、だからここも すごいいい悩ましとうか広告代理店とかが「AI のやつなんで使わなかったの?」みたいなこともあるのでもっとお前そんな著作権あるの使ったのって AI のあったただなのにに怒られたんですけどみたいなことも多分出てくるとは思うのでその前に。 法整備とかって。いそれはもうジャスラックさんにこうぜひ <laughs> あのパタ、ね、を振ってもらってね。私たちを守ってもらうとも、ね。いやいやいやでも <laughs> あのそういうやっぱり視点はすごくあの今日もあの聞けてすごい嬉しいなと思うんですけど、うん、そういう声がやっぱ出にくいっていうのが結構やっぱり今の現状。なぜ音楽だけにか。にい,いややっぱりなんかあこれ本当個人で私は割とこうクリエイターとの仕事が多いんですけれども、うんうん、やっぱりクリエイターやっぱりなんか。 権利の話すもうなんか自分の役割じゃないとか、うん、まあもちろんあのそうなんですけど、うん、でもなんかそういうものとかあるいはまあ政治的なこととか、うん、まあそういったこととか社会的なこととかにこうできるだけ遠ざけていっちゃうみたいな、うん、まあそういうやっぱりマインドセットというか、うん、あやっぱり。 特に日本は強いい気がしていてユニオンとかもやっぱ日本にはないのでわれわれクリエーターがとを組むということはわりと、ね、あのさっきの決めてもらわないと国民性というかね「他力、うん、本願」が強すぎるうもうちょっとやっぱり自分で立っていくというところをこれから、ね、どんどん追求していった方が怖いと思うのでクリエーターが使ってこそ、うん、AI の凄みが出る。 というふうに世間にどれだけ認めてもらうことができるかというのが私はクリエーターの方々に期待するところなんですよねその自分の感性に合うかどうかこれだよ。 あこれこう,こうしたかったんだっていう、うん、そこをつかめるのが私はクリエーターのすごいとこだと思っているので、うんや,ね、やっぱり同じの使ってるんだけど今井大介さんを使うと違う「ううね、お前脇坂が作ると違うよね」っていうのが出ると面白いんだよね本物が使うとこうなのかっていうのがあってこそこれからの多分時代は誰でも AI を使えることができるようになった時でもだからこそやっぱり本物の人たちが使う時のすごさが分かる。 カラオケをみんなで歌えるようになったからこそ本物の歌手の凄さがわかるようにそこはあのやっぱりクリエーターの方の何て言うのかなあのプライオリティーというかその優先度というかあのそこを私はこうあの逃さないでほしいですね。かうです 一曲一曲を登録する形じゃなくて、年俸いくらでどこかどこかの会社で年収二千万で AI のボタンを押すのが私の仕事になっているい。<laughs> <は> <laughs> パトロンネージ型みたいな。そでもそれができるようになる自立生成ができるようになるのもうちょっと先なんですよね。これはね非常に予測が難しいです。<laughs> だからもう先ほどもお話したように <laughs> 結構早くできう可能性も見ておいた方がよくて、<laughs> うん、あの最初の方に。 おっっしゃってた今までその AI が本当に作れるようになったらどうしようという議論が今までできてなかったという問題意識を持たれてるっていうことでこの先を考えるのであればもう何もかもできちゃうっていうところも想定した上で話は進めた方がいいんじゃないかと思いますけれども直近はやっぱり先ほどお話したようにあ,のある程度人間が意思を持ってアシスタントとして AI を活用するっていうところが、まあ、ツールとして活用するっていうところになるんじゃないかと思うんですよね。 で結構そのアーティストの方と話をしていて思うのはあのやっぱり中には面白いじゃないかこれと、うん、<laughs> どういうふうに使ってやろうかって、うん、その新しいおもちゃを与えられた子供みたいに、うん、そのクリエイティビティを発揮しようとする方たちもいて、うん、やっぱりそういう方たちはこの AI をうまくツールとして使ってどんどん新しい音楽なのかひょっとしたら音楽を超える全く今までなかったアートの形なのか、うんうん、それすらもよくパフォーマンスなのかよく分かりませんけれどもあのそういう可能性を追求 する人たちはやっぱりあのクリエイティビーを発揮しやすすいいいんじゃないかなかとは思いますね人を上手に育てる人は僕は AI も上手に育てられると思ってるの、うん、実はだからよく話してるの「<laughs> お前んとも AI、ね、ちょっと俺のとこ連れてこいよ」<laughs> <laughs> 鍛えてやるよみたいな <laughs> 教育考え方がちょっとダメだなみたいなでもそういうことで多分起きうるうこれからこれまでも音楽家の方々さまざまな科学技術を使ってきたじゃないですか。はいうん、でそれで 一辺倒になるんじゃなくてすごいこう多様ないろんな作り方いまだにこう手と紙で譜面を書く方もいらっしゃるけれどもそれじゃやっていけないかってそうじゃなくて本当にいろんな方が増えていくその中の一つなんじゃないかと思いますよ細分化されたことででも本当にスーパースターみたいな今度生まれづらくなったっていうのもう絶対にある気がするのでだからやっぱり本当に高みを目指す音楽家がさっきのねそのサブスク型の音楽サービスの話じゃないけど 儲からないことにとか生活できないことにどんだけ時間と熱意を先き続けられるのか若いうちはよかった10代の趣味でやってるうちはよかった。でも これで食ってくってなると、うん、じゃなんか違うところで働こうかなとか思っちゃうぐらいなんですよ今のサブスクのあ <laughs> <laughs> の収入って。だからなんかそこはそここそ本当変えると AI を使ってもうクリエイティブでなんか面白いやって目立ちたいお金を入れ儲けたいとかまあユーチューバーの今の発想もち、ちあのまあ最近ね収益もまた収益形も変わってちょっと額減ったと言ってますけど。 あのね、ものをね僕ねそういうクリエイトしていくとこの一つのあこれうまいなと思っているモデルっていうか僕ウォルト・ディズニーがすごくやっぱりうまいなと思っているのは結局あのキャラクターを作ります作品を作ったものをこのテーマパークにも展開していきます、うんうん、グッズにも展開していますあらゆる全方位でその価値を最大限に生かすアプローチをやっているんで,で、ねうん、楽曲なんかも今後そういう動き方がね 音楽,家が音楽だけやってちゃダメっていうことを今言われているような感じの値段じゃないですかいやいや今のその,<あ>あのレギュレーションというかうだからまあそれで新しい工夫をするようになっていかなきゃいけないのかでも本当に音楽の専門家で突き詰めていけるのかというとこっちの人は結構少人数に絞られてかざるをえないのかな難しいです、ね、例えば私が作った楽曲をテーマにし、うん、楽曲をアーティストさんに提供してそのアーティストさんがその楽曲をテーマにしたイベントをやるとする でイベントで、まあ、例えばカフェでコーヒーを出すとか、うん、キーホルダーを作るとか、うん、そこからの収入は実は私たちに一切入ってないのでそこの仕組みを僕は考えるるべきだと思ってるわけ、うん、そこからも入ってくるとめちゃめちゃゃ嬉しい秋坂さんの曲からインスパイアされて例えばここのじゃあインテリアを作りましたよとでこのデザインフィーの中から何パーセントがここに落ちてくるみたいな。 まさに、うん、あのそこは契約の仕組みでもあると思っていてまさに何ていうか今こうさっきグッズとかライブとかっていうとこう、うん、作曲とは違うことのように思うんですけど、うん、その最初の,その使っていいよっていうところの合意のところであのそっちのパーセンテージをロイヤリティ形式で言ってもらうみたいな、うんうん、これはまあ法律家の立場から言うと契約の力で、うん、そこを何ていうかもちろんだってその楽曲が。 いろんなそこの契約を巻くっていうのは結構まあちょっと個人的な法律家の立場になっちゃいますけどあのすごく重要でそういうことをやっていけばある程度できることもあるのかなっていうふうに思いますね。うんはい、だからあのいわゆる音楽家が別のこともやれっていうことじゃなくて要するにそこのコラボレーションとかも含めてやって、うん、もっとお金の流れっていうかそれをもっとちゃんと考えて。うんうん どんどんあの法律家の先生がサポートしてくれ。あの信頼できる人に、あの相談したらいいと思うんですけど。<laughs> その逆転現象って、結構実際起こってて。うん、なので、まあメジャーのアーティストさんに提供すると、そういう交渉が実際難しい。意外とインディーズに書いてるこの方が、何かこう。もう、いや、もう。これで全然儲からないけど、その宝全部払われるようにしてるから、うんうん、メジャーのアーティストさんでテレビに出てる人に書いて。 入ってくる印税よりも実はインディーで地下の子に現金落しした方が契約形態が流動的だから、そうなんです。もういう面はあると。ちょっと現象今実際起きてはなるほど。いいかどうかさっき実際に起きてはメジャーね。じゃあね、報会社の現場やっぱ私たち触れないし、出版の比率も決まってるし、その中でこうねコライトとかさらに三分の一なついやでもねやっぱり僕はねそういうあの既得権益でガチガチに固まってしまうことが僕は本当に人のこう未来 よくしないので、何かこうこれが突破口でこの AI っていうものが、そういう従来の考え方とかスキームを変えていくっていうことに、うん、ぜひとも、ね、それがインパクトある気がしますね、うんうん、確かに、ねうん、確かに対 AI ってなって初めてこうやっていろいろ意見を言うことができて、<laughs> 汗汗ね、<laughs> そうそうそう。沼ができたっていうところがあって、その対さ 例えば作家対ジャズラックとか作家対レーベルってなるとやっぱり日本人その権利をもとにこういった対面を嫌がるところがあるのでただ AI 攻めてくるらしいよ共通のそこは結構共通のヒヤヒヤ感としてじゃあこれを機にいろいろ見ていってじゃあマネタイズって何なんだろうかとかミュージシャンのお金って一体どうなっているんだろうかっていうのを。 見る機会では多分いろんなところで、うんうん、だからおそらくいろんなポジションにいる方々がどうやら何か変えていかないと何か変わらないとまずいよなっていうのはなんとなく肌感覚で感じ始めているので、うん、変えていくチャンスだと思うんだよねそうですね、うん、確かに知財なんぞやって<財>本当考えさせられる、うん、改めて <laughs> ね時ですよね そういういジャスラックなんかもね改めてジャスラックの存在っていうのもなんかうるせえ団体だなと思ってた人が多分全然知らないとですよどっちかってってなんかなんかごちょごちょ言うなと思っているところの立ち位置というかやっぱ考え方アクティブにより動いていける時期じゃないですかねむしろあのこれまでやってきたその80年間の実績というものを、はいはい、で期待に応えなきゃいけない、うん、そういうふうに。 な時代になってきたんじゃないかっていうふうに思ってますね。ジャスラックそのもののあの創造性を問われる時代がいよいよ来ているような感じですよね。まあ今日みたいなこんなね会をこうセッティングすること自体がすごいこと。な僕なんかを呼んでいただけること自体がもしかしたらこう AI とかみんなだともしかしたら。いやもうこれねあの。 これ当見てるとこれ全員がアバターでリップシングも完璧にできるんでいやでもおっしゃる通りであの単に AI の技術がもうそこまであの来てるんだよっていうだけじゃなくて Web3 だったりあのメタバースあの全てのことがここ12年でぐっと前に進みました。何年か先にははそれは多分一つの中で 使われたりいやその活用されたりしていく時代になっていくんだと思いますのであのもう未来の話ではなくなってきている、うん、そういうふうに思わなきゃいけないんだと 面白い展開になってきましたよねめめちゃめちゃ、うん、いや僕はあの個人的にはあのこうどっちかっていうとこうごちゃごちゃしてる状況っていうかあの歴史言うと戦国時代みたいなすが絶対好きなタイプなんで <laughs> あの同じことをずっと繰り返すのは本当好きじゃないんでこうなんか劇的に何か変わっていく時っていうのはかわ何か新しいものが生まれるんでそこになんかワクワクしちゃってるんだよね個人的には。<laughs> <laughs> もうあと3年ぐらいでチャット GPT ネイティブっていう世代ができるら読書感想ももちろん使うよねみたいなない何言ってんのみたいな、うん、そうなってくるとやっぱりこう作詞とかもそれでそこ中学高校出ちゃったあと6年後ってなってくると同じ作詞コンペとか送っても、うん、もうチャット GPT 体の方がチャット GPT 体と共感する歌詞を作れる可能性はあるかもしれないです。 コンペごとにあの通りやすいやつって多分 AI 作れちゃうから、うん、そ,うそうですね、うん、あとなんかもう凡庸なジェネリックのやつに慣れてる世代になってるかもしれないし、うん、<laughs> この作風ちょっとチャット GPT 世代には合わないですねキー <laughs> <laughs> が多すぎるんでちょっと難しいかもとかってなる可能性も今のものに似せようじゃなくてチャット GPT スタイルが主流になる可能性とかって多分、うん、てそちらの方がむしろ、ねね、あのネイティブでっていう、ね。 でもこれは必ず繰り返しなんで、<laughs> あの今アメリカであの CD よりもあのアナログ色が売りそう、ねね、そうそうそう。シティポップ帰ってくるとか。<laughs> そう。 ちゃんと GPT 世代に脇坂リアルが刺さる。そういう。それが年金ぐらいになって80の時に起こるのめっちゃ嬉しいです、ね。<laughs> 80ぐらいになってえ今まさにリバイバルですかみたいな。<laughs> いいホームに入ろうみたいなことが起こるとめちゃめちゃありがたい。<laughs> <laughs> でも自分の AI が一生懸命働いて新曲書いてくれてるかもしれない、ねあ。いいですねそれ。でもそれってやっぱり AI の書いてる曲に著作権が発生しないと。 無理ってことですよね。どう、そこはそこ、また、自分っていうもののコピーであるとしたら、自分かもしれないです。うん、それが、そ,れがうその、固有 A. I. としての、そこの価値とか存在が認められれば。いいわけですよ、ねうん。はい。はい。ね、逆に言うと、だって、それで、他の人に書かれたら、もっと嫌じゃないですか。<laughs> そうですよね。私が彼に、寝たきりになったとして、作ってもらって。うんうん、アシスタントの人間に、最後の。 一 <laughs> 音を変えておくれっていうね。<laughs> 恐れにでもそういう作り方してる人もいると思うんです <laughs>。あと二百作って作っていて作っていてみたないな。<laughs> 最後の一音だけを変えておくれって言ったらいける可能性はありますよね,、うん、ね。AI にも巨匠が出てくるかもしれない。ちょっとあの AI にちょっとに邪れるとやばいからちょっと真似しちゃだめだよ <laughs> でもそうですよね。<laughs> あでも AI を育てられるわけじゃないですけど。<う>だから各々の一対一で AI を持つようになってこれを育てるっていうふうにし続け、<ー>なんかあの AI をたくさん持てないようにするっていうのはいいかも ね、あ自分で育ててその人を育てた AI で書いていくかその人の著作権であれば AI をこうあっちゃこっちゃのプラットフォームに存在です、まあそれをて、うん、ちゃんと,ちゃんとだから会話、うん、AI としては会話できるんで、うん、なんだけれどもやっぱり自分の分身っていうかパートナーというかそういう存在にはもっともっとだ身近になってくるはずなんで。うんうんうん なんか今のお話を伺ってで、リック・ルービンっていうあの音楽プロデューサーがなんか最近なんかのインタビューで、俺はスタジオに行っても何もやってねえんだってすごい豪語してて、でもすごいプロデューサー人材持っていくんですよ。あれはなんなんだって。傲慢者だよ。そうそうだから。いやでも当初から何もやってないみたいなことずっと言ってるなんか言ってる人らしくてなんか。 いやなんか AI よりさらに工事の何かなのか分からないんですけど人をクリエイティブになるような何かをんとなく見た目的にもあの、うん、ぜひ検索してもらいたいんですけど、うん、なんか出てる人なんですけど、うん、見た目は。確かに <laughs> だから100の、みんな120%パーずつ働いてくれてるポテンシャルをなんかひだ <laughs> すひだすなんか彼が来るともう活気もすごいエネルギーが上がるんだよね,ねみたいなでむちゃくちゃアーティストから評判悪いらしい <laughs> 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 こんなこと言って大丈夫かな俺どんどんそのメタな方向の仕事にはなっていきますよねその細かいところの本当に作業作業したところっていうのからどんどんまあ AI でできるようになっていくので、うん、まさにその プロデューサーとかディレクターみたいな人が指示するようにして AI をあの作品を生成するっていうのがまさに今のプロンプトベースの生成 AI みたいなものになっていてこれがもっといくとそれこそ音楽企業の社長みたいなものになってアーティストを育てるとかでもそれぞれも,もう AI になってるとかですね今もう VTuber みたいなもので人じゃない。 アバターみたいなものがあ割と受け入れられてるっていうのもあるので将来そういうのもあり得るかもしれないので AI 同士のねコライトとか自分の分身同士のコライトとかさらにくさいですよあのねもうこのメンバーでこの調子で AI 以上に話止まらないメンバーなんでそろそろ時間がね迫ってきてるんで最後ね一人ずつね一言コメントをちょっと頂いて。 そうですね、はい、はい、あのー、なんか非常にいろんなことを考えさせられる一日となりました、えっと、音楽っていうのはでもやっぱ楽し,んでな楽しんだり楽しんでもらってなんぼだと思うので,でこういった新しいテクノロジーの出現というものを僕らはまず楽しまなきゃいけないなただその今日のテーマである法整備っていう観点でいうと、あのー、ちゃんとその作品を良くしていくことにあのー。 貢献した人がどうやって見分けられていくんだろう、はい、っていうことを絶えずこう僕らは意識を持たなきゃいけないなっていうことをあのすごく強く感じましたのであの非常にすばなんか考えるす素敵なきっかけをいただいたと思いますので本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、さあ秋坂さんどうですか。あいや本当にあのこんな AI っていう存在がなかったら多分私がこんな早そ々うそうたるメモかお顔ぶれの 中で著作権に関してお話をさせていただくことは多分なかったと思いますしなんかこれを機会にクリエイターどういうものかなとかどういうふうにあの楽曲ってできるどれぐらい時間かかってるのかなそれに対して弱いはどうなのかなっても人間であったり AI であったり音楽を作る過程でそれからなんかあ音楽ってやっぱりいいな楽しいなと思ってくれる人が一人でもあの増えていただけるとと思います。 最終的に私の仕事に還元されると思うのでとてもあの楽しい会でした <laughs> ありがとうございましたありがとうございましたさあ小林さんはいまずはですねもうこれだけ AI 生成 AI これだけ来てるっていうことで、うん、うっかりしてちゃダメだなっていう感覚は皆さんも共通で持たれたと思いますので、うん、まずは皆さんそこを持ち帰っていただきたいんですよねでもう一つは もう著作権ななんか考えなくていいと例えばですよあのどんどん AI に学習させて AI が全部コンテンツを作っちゃえばいいじゃないかみたいな世界観もひょっとしたらあるかもしれないですけれどもでもそんなことをしてクリエイターにクリエイティビティを発揮するモチベーションを奪ってしまったら何が起こるかこれって結局文化の発展あるいは芸術の発展に水を差すことになると思うんですよね。 気を使って一切 AI にはコンテンツを作らせるなってなったら、うん、それはそれで AI がもたらす全く新しいアートの目をつんでしまう、うん、このバランスを取るっていうのがまず一つ大事でじゃあそのバランスを取るために AI の発展を遅らせればそれで済む話かっていうと、うん、やっぱりそこはクリエイティビティを発揮してこの相反する2つをいかに両立させるか、うん、ここをいかに我々で見つけていけるかが、うん、まさにここにいる。 あるいは視聴者の皆さんに問われているところだと思うので、はい、ぜひそこ一枚岩になって、ねはい、とにかく文化文明の発展に一切水を差さないぞと我々が一番発展させるぞとそれでもってクリエーターも最もクリエイティビティが発揮できるような世の中のあり方はどうかというのをぜひここで興味を持っていただいてあの皆さんと一緒に考えていくといいいいなとと思ってまますすはい、ありがとうございます水野さん。 はい、あの本日はありがとうございましたあの今日あの私の発表でお話ししたように日本はこの機械学習の分野 AI の分野で非常に優れた著作権法を実は持っているというまずすごくインプットを皆さんにし,たしておきたいなと思いました。であとあの今日ちょっと衝撃的な話かもしれないですがその「ミッドジャーニー」っていう、うん、あの画像生成 AI の,あのツールを使ったあの画像がですね著作権で 局に著作権登録を否定されたという話をさせていただきましたがあれ私、まあ、個人的にはちょっとおかしいなというふうに思っていてつまりあのツールあのそのボタンを押したとかプロントをプロンプトを入力した人っていうのが、うん、あの予測ができないっていうことを あの自分が思い描いたものが出されその出力されないっていうことをもって否定するロジックとして使ってるんだけど、まあ、もうそういうツールってたくさんすでに出てると思うんでじゃあそれが著作権否定されてきたかっていうとそうではないと思うんですよね。なので、まあ、ぜひですねあの、まあ、今日作家の方あのアーティストクリエイターの方もたくさん聞いてると思うんですがあの,ぜひあのアメリカの著作権局がですねあの これはもう著作権与えるしかねえぞっていう、うん、もうなんていうか運を言わせないぐらいのうん、うん、あの楽曲まああるいはあの作品をですねあの先生 a i を使ってあの作ってもらいたいなというふうに思っています、うん、まああのそうすればあの制度も変わっていくと思うのであのそれをお願いしたいと思います今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました<手>皆さんいかがでした今日はい <laughs> とててもいいいお話を皆さんかから聞かせたただきました <laughs> あのジャスラックがこのシンポジウムしたのは、まあ、AI 生成物の著作権そこに著作権はあるのかということが問われるその本当の意味で問われる時がすぐそこに迫っている、うん、その時に私たちやクリエーターの皆さんあのそれに答えを出す準備はできてるんですかうかうかしてられないですよ。 っいうところがあって、あの皆さんの意見を聞きたかったっていうのがありますんで、そういう意味で本当に今日はいい意見が聞けたと思います。あの AI の現在地、それからクリエイターと音楽文化の未来の姿がちょっと見えたんじゃないかと思いました。うん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。いやーまあでもね、本当にこう我々この今日のこの90分間でもですね。 我々自身があの AI にも負けないぐらいのリプラーニングしたんじゃないかなと思うんですけどもこれ今日聞いてくださっている皆さんもですね本当にこれあのきっかけなんですですからこれ答えがないですでこのセッションパネルディスカッションが決まったやるぞってメンバーも決まったぞって言ってほんのこの一週間3週間の間にもう劇的にやっぱり進化してるんですで。今日話したことも 多分来週ぐらいになったらあ、なんだもうあんなこと言ってたのって今じゃもう通用しないよっていうぐらい進化するので <laughs> そこを皆さんぜひとも考えるきっかけとして一緒にね新しい未来を作っていきましょう本当今日はありがとうございましたご登壇いただいた皆様貴重なお話をありがとうございました以上で全てのプログラムを終了いたします 配信終了後にアンケートのページへ移動いたしますので、アンケートのご協力をお願いいたします。本日は長時間にわたりご視聴いただきまして誠にありがとうございました。